まさきでーす。今日はですね、カナダに住んでいるみほさんにお越しいただいてます。みほさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は日本とですね、カナダの文化の違いについて、話を伺ってみたいと思います。このチャンネル見てくださってる皆さんの中で、いや、カナダ実はちょっと住んでみたいと思ってたとかですね、思ってるとか、子育てしてみたいなっていうふうに思ってるというような方々に対してですね、まあ、カナダの方々はこういうのだから、こういうことを日本で先に学習してたらいいかなとか、こういう文化だからこういうことは大切にしてカナダで住んだらいいんじゃないかとか、そういったちょっとした豆知識とかも聞くことができたらいいなというふうに、そんなふうに思っております。みほさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、どうですか、日本とそのカナダの文化の違いというか、なんか、あ、これはあるかなとかっていうのがあれば聞きたいなと思うんですけど。そうですね、なんかやっぱり、まあ、カナダとか、まあ、アメリカとかもそうかもしれないんですけど、はい、褒めるっていう文化がやっぱりすごくあって、はい、本当になんか街中でも自分がなんか、はい、素敵だなって思った人が持ってるものを急にって言ったらあれですけど褒めたりとか、うん、家の中とかでも主人がなんか全然大した普通のこと、まあ、髪の毛切ったり洋服いつもと違ったり新しいイヤリングつけてたり、なんかそう些細なことを本当に自然に褒めてくれるっていうのが、最初はもう、あ、そんなことないよとか言ってたんですけど、なんかどんどん、そうかななんて気持ちになってそういうのが一番なんか女性って嬉しいんですよね、その些細なことを。日本の方はね、まあ、うちのお父さんとかもそうですけど、なんか全然気づいてもらえないかったりすることが多いのでなんか見てないようで意外となんか気づいてくれるんだなと思って、いいなと思ってます。そういうの本当嬉しいですよね。うん、だから息子とかも褒めてくれます。なんか、あ、そうですか。あ、息子さんが美穂さんのこと、そう、それ可愛いねとか、それも大したことじゃないですけど、なんかやっぱりそういうのを見て育ってるから、はい、やっぱり自然にそういうことができるようになるのかなと思って、だからこっちの人はなんかこう謙遜したりするのは逆に失礼みたいな感じがあって、はいはいはい、あ、そんなことないよ、そんなことないよじゃなくて、そんなことないですって、せっかく褒められてるのに、なるほど、なんかそんなことないって言ったらその日褒めてくれてる人のことを否定してしまうことになるから、あ、なるほど、なんか基本褒められたらありがとうとか、なんかそういう感じですかね。へえ、いや、それめっちゃいいですね。いいですよね。なんかまさきさんとか上手そうですけどね。いやー、まあそうですね。いや、そうです、そうです、そうです。ありがとうございます。でも子供がそのお母さんのことを褒めてたりとか、お父さんのことを褒めれるっていうのは。それはもう完全に親の背中というか、親がしてることを見てですよね。うん、いや、しかもそれ嬉しいですよね、そうやって褒められたら。そうですね、だから子供がね、そうやって真似してるだけなんだと思うんですけど、褒めてくれる、すごいいい傾向だなと思って、街中とかでも本当にそのなんかカバン可愛いわね、どこで買ったのとか、本当になんか気軽に結構ね、日本でそんなことしたらね、みたいな、なんかこの人見えたわみたいな感じになっちゃいます、うん、ますけど、はい、カナダは全然そんなことなくて、へえ、すごい、うん、素敵、いいなと思ってます。それは、ね、じゃあ、カナダに行くという場合は、褒められた時はいやいやいやじゃなくて、Thank you みたいなそういう感じです。 You too みたいな感じですねそうですね、謙遜しないで、なるほど、素直に受け取ってはいはいはい、うん、わあ、それはでもいいな。で、僕の息子も割とですね、ユキのことを褒めたりしますね。それかわいいとか、僕が着物着てたりすると、お、かっこいいとか、おお、なんかそういうのって本当嬉しいなーって、うん、だからこそやっぱり夫婦間でも褒め合うっていうのはめっちゃ大事ですよね。そうですね。うん、私ちょっと苦手なんですけどね。あ、そうなんですか。なかなか、うん、いや、やっぱり身についてないんですよね、きっとね。そっかそっか、うん。ちょっと意識してしないと言えないです。でも一番そばにいるその旦那さんがそういう風にこうね、言ってくれるっていうのは一番あれですよね。変わっていくきっかけになりますよね。そうです。ですね、うん、すごくいい文化だと思いますね。よくね、日本でも褒め伸ばすなんて言いますけどね、はいはい、なんかね、そんなにしょっちゅう遭遇しないから、素敵。他にはあったりしますか。あ、こんな文化あるな。そうですね、文化というあれではない
ないかもしれないんですけど、プレゼント、はい、よくなんかクリスマスとかお誕生日とか、まあ、いろんな機会があってプレゼントをすると思うんですけど、はい、なんかそういう時にギフトレシートっていうレシートをもらうんです。へー。でギフトレシートくださいって言うと、ギフトレシートってレシート、金額が書いてないレシートをくださって、はい、でそれをプレゼントにつけて渡すんです、はい、そうすると、もしその人が、まあ、そのプレゼントが好きじゃなかったりとか、はい、好みじゃなかったりとか、あと子供のものとかだとサイズが違ったりとかするじゃないですか、はいはい、そしたらそのお店にもそのギフトレシートを一緒に持ってったら交換してもらえる、はい、あ、別のものとですか。そう、別のものでも、まあ、もちろん金額はね、そのそれぐらいの金額なんですけど、その金額なんですけど、例えばサイズ違いだったらもちろんサイズを普通に交換してもらったり、はい、まあ、好みじゃなかったらその違うものに交換してもらったり、まあ、そのお店のギフト券とかと交換してもらって、まあ、後々そこでお買い物をするっていうこともできるみたいで、なんかすごくいいですね。なんかレシート持ってったら交換してもらえるっていう、それめっちゃいい。いいですよね。それ日本したらいいのに。そうですよね。なんかでもやっぱり私は日本人だから、もちろんサイズ変えたりはするんですけど、はい、プレゼントいただいたものを変えるっていうのはなんかちょっと、なんていうのかな、申し訳ないっていうか、せっかく選んでもらったのを変えるっていうのはちょっと心苦しい感じがして、ちょっとなんかできないかなって思ってたんですけど、でもみんな全然そんなことなくって、うんうん、それが全然そのためにつけてるレシートなので、うんうん、本当にま好みじゃなかったら変えたりとか、うんうん、あともちろん子どものね成長の速度が全然違うから、はい、これって思ったものでサイズが違ったりとか、はい、あとこの3歳のお兄ちゃんはそろそろなんかこの色嫌だとか言ったりするんですね、はい、なんか着るもので、はい、なのでそういう時に交換できてすごく助かってます。いや、それめっちゃいいですよ。それ多分もらう側もそうですけど、プレゼントする側もどうしても悩むじゃないですか。特にそのね、服とかってなった場合、当然サイズもそうですし、ね、好みのあれも絶対ある中で、でもそのね、ギフトレシートですか、チケット、それがあるだけで、あ、じゃああれやったら、なんやったら変えてもらえるんやったら、とりあえずこれでいいんやって、とりあえず渡せれますもんね。そうなんです。だから無駄がないなと思って、こっちはやっぱりクリスマスとかすごい盛大で、すごい量のプレゼントとか、はい、親戚が多ければ多いほどいっぱい来ちゃうんですね。で、はい、そのおもちゃとかかぶってたりとか、同じものをなんかピアノみたいなおもちゃとまた同じようなものを買っても、はい、またそれこそね、トイザラとか行って、そのギフトレシートの、まあ、買ったお店ですけど、はい、多分店舗は大丈夫だと思うんですけど、そのお店に持ってけば、あの好きなものに変えてもらえるので、すごくそれはいいなと。へー、すごい。それはめっちゃいいな。いいですよね。日本でも取り入れたいな。すごいすごい。で、日本にもあったらいいですよね。いや、めっちゃいいと思います。本当。うん。それすごいな、素敵なことやな。そう。あとはなんか便利だなって思うのは、レストランの食べ物。お腹いっぱいで残しちゃっても、はい、あのコンテナもらって持って帰れるっていうのは私は。なるほど。そのもう気兼ねなく、すいませんテイクアウトしたいって言ったら行けるってことなんですね。そう、なんか普通にあのなんだろう、ボックスくださいって言ったら、うんうん、ボックス持ってきてくれたり、うん、まあ、向こうで入れてくれるところもあるんですけど、はい、でなんか日本の場合だともうそのままなんか食べられなかったらごめんなさいっていう感じですけど、はい、持って帰れるので、まあ、なんか取りすぎちゃったりとか、気軽に全然、もう全然普通なので、うん、持って帰ります。へー、いいなぁ。なんかいいですね、カナダ。カナダいいですね。すごい、そのギフトレシートとかご飯とかはすごいいいなと思いました。へー、なるほど。いやー、ありがとうございます。このね、ご覧の皆さんもまずはカナダに行った場合は、褒められてもいやいやいやじゃなくて、センキューで行ってね、あとはもうプレゼントのね、きっと文化なので、その時もね、そのギフトレシートでなんかこう、っていう風に謙遜するんじゃなくても自由に変えたりとか、当然自分も渡す時にそういうのをしてあげて、なんかお互いのことを思い合えるっていうことですよね、逆にそれを通してね。なるほど。いや、ありがとうございます。はい、はい、ということで、本日はですね、カナダに住んでいる美穂さんにお越しいただいて、日本とカナダの文化の違いについて話をしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。
ました、そして最後まで皆さん聞いていただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録いただくとですね、みおさんのまたこれからのカナダの育児子育ての情報を配信していきますので、それがもう随時聞けますし、また海外いろんな国の現地に住んでいる日本人の方々の育児子育て教育の話が聞けますので、ぜひチャンネル登録いただけたら嬉しいなと思います。ということで本日はこれで終了いたします。皆さんありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。